はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬勝の後藤です。前髪の矯正を今日やりたいと思います。モモンガの使い方など、あとちょっとした裏技だったりとか、そういうのもちょっとね、できますので、普通の人間まで切ろう。はい、この辺まで切っちゃっていいですか？はい。まあ、大体ね、僕結構バツって切るときに、どこまで切ればいいですかって言われることが結構多いんですけど、まあ、この辺も結構いいんですけど、顔2個分とりあえずおすすめしてます。顔が2個分ね。はい、そこで切ります。顔2個分ぐらい。はい、どこでも大丈夫です。はい、で、これ印つけたら、ここにちょきって印つけます。この辺ね。そしたらこのまま落ちる位置で1回切っちゃうんですね。ガイドここで、これあのショーバルタンでカットしてます。ほら、これで切る。結局ここから調節必要なんで、結構ここはバツって切っても大丈夫です。結構切ったでしょ？結構切りました。髪が額に入りました、はい、これでだいぶ楽ですね。でこれが結局結構細かく切ってたら、本当に時間かかんで後ろからこう引き出して切るとか、そういうのやっちゃうと結構大変なんで、これ、まあ、多少長めに切ってるんで、多少長さが後で調節すればいいんで、はい、多分こっちちょっと長いと思うんで、ちょっと長いかな。でもこれでさ、楽そうですよ。結構これだけで重さ違います、すでに。ちょっと上向きます。はい、彼女でみたいなタイプね、表面の方を段入れすぎるとここに層がすごい出るんですよ、毛が多いから。なので表面長くした方がいいから、上向いて切ってもらって、前もそうやったんですけど、中の方をちょっと短く切って、前向いた時にここが長くなる感じの方が絶対いいです。そうしないとここの段差がバサバサして気になりますね。これはブラント2セニングっていうのでちょっと仮切りしてます。でこの表面のやつを長く、ここを長く切る感じですね。丸くこう切っていきます。ちょっと上向いてもらっていいですか？はい、真上を向くぐらいの感じで、はい、はい、そしたらこの中をしごくと、よいしょ、この中が出てくるんで、中っていうとね、これどこかっていうと襟足の毛、これを切っちゃう。そう、これをもう一回ぐらいギューってしごくと出てくるので、ちょっと待ってね、こっち、はい、でギューってしごくと中の毛が出てくる。まあとりあえずね、とりあえずですね、これは。ただ毛先は重いんで、少し縦スライスで、こう中を丸入れていきます。で使うのは T4 セニングで、ここをえぐって内巻きに入る感じにちょっと作っていきたいと思います。縦スラですね、この縦のパネルに対して中をえぐる感じです、はい。まあ、難しくは全然ないですね。この肩に当たる位置あたりから曲げを作りたいと思います。それはさ、無理やりだね、うん、医療従事者理解してくれるって、そんな自由すぎるね、発想が。だからアメリカでは接種率が高いのですみたいなこと言っちゃって、本当に高いのかな。めちゃくちゃ安いね、それ。私は打ちませんの人の取材なんかしないじゃないですか。私は安全性が確立されていないと言われて不安はあるけど打ってみましたっていう人の話とかを一生懸命聞くじゃないですか。そうだね、確かに、うん、そして割と健康そうな大丈夫そうな人の取材して、ほら大丈夫だったみたいな風にするじゃないですか、うん、もううさんくさい。でさ、やっぱり中高年の方はもう家でさ、ずっと最近も人と会わないでテレビ見てるからさ、使用しちゃうんだよね、全員の。早く打ちたいでしょ、きっと。それ高年の人は、そうですね、だからもう打ちたい人は打てばいいさと思うわけですよ。コロナの何が怖いって、循環器系統とかに影響を与えたりとか、自己免疫系に影響を与えるところ
にちょっと障害出しちゃったりとかするので、それはちょっと怖いね、うん。まあ、ちょっとこの長さいつもちょっとねついてるんだけども、今日は毛先中心的についで削いだぐらいで、まあ、あんまりこの中はちょっとすかないと思います。なぜかっていうと、まあ、ちょっと今日ストレートにするんでそんなに重くならないかな。これはあのアルツセリングで、まあ、こうやって切れば横でただこう切ってるだけ風に見えるんですけど、これで全然つながります。綺麗に。T4 セリングで中間そぎます。それがあったから多分ちょっと休みの感覚が変なのかも、うん。で T4 セリングでこの中にちょっとここのフィット感を出したいと思います。このタイト感ですね、この中に入れますね。この中に、よいしょ、ここに表面切ってないんですけど、ここを締めた方が、日本人ってここかかってるんで、ここをちょっと締めます。真下に表面逃がして、で縦にこれを縦に持ってきて、ここを切る、中を削る感じですね。で T4 セリングで2回ぐらいですね。結構量があるんで、ここで、よし、これで OK。 これでね、まあ、この辺顔周りのこういうこの産毛のところの仕上がりが全く違うんですよ。でこれみんな分かんないんで、これなんで面倒くさいことやるんだろうっていうね、こんな1個やんないでそのまま薬つければいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、前は全部ねアイロン入れたりしてたんですけど、さすがに時間がかかる。なので最近はやっぱりあのポイントでこういう必要なところにとりあえずやるという感じにしてます。でモモンガは 2.5% 入れました。 2.5 以上入れるとこれダマになりやすいので気をつけてください。パレットを使っていきます。パレットにこういう風にやって、まあアイロン入れる前に癖が強いポイントを選んどいて、選んどいて探しといて、癖が強いところの裏面につけます。そしたらそれを全体に伸ばしていくんですね。こういう風にいいですかね、伸ばしていって、で最後に癖が強いところ、ここにポンと薬をためといてください。そうするといいです。で上にかぶせる。癖が強いところを防衛といて、癖が強いところ、根元が強かったんでそこに裏面をつけます。そして表面の方からそれを潰していくような感じで、でコームでちょっと一回伸ばします。で根元側に薬剤を塗布して、こういう感じですね。で癖が強かったポイント、ここですね、ここにはめて上からかぶせます。この癖が強いところを、の裏面につけて表面を足しますね。ここでパレットを使うと毛先についちゃう可能性があるんで、前髪短いので、なのでここはハケで裏面を塗ります。はい、いいですか。ハケで裏面を塗りまして、倒してここの部分、毛先に薬をつけないようにしてください。この毛先につけちゃうと毛先が不自然になって、この塗り分けでもほとんど失敗になっちゃうっていうかな。前髪にあまりつけちゃうとやっぱり前髪が傷みやすいので、半分かもしくは3分の2までしか矯正かけないと思ってください。この毛先をやるから変になっちゃうんでね。で、どうしてもそこの塗り分けっていうのをきっちりやらない美容師さんが多くて、結構毛先が不自然になるという感じがすごく多いんで、ここはね非常に肝心というか、このきっちりこう少しね3分の2塗って1残してますよね。でさらにまた細かくここで、ペーパーをつけるぐらい、このぐらい繊細にやっていかないと綺麗にできないんです。で前髪を取って前髪の裏面につけたら、はい、反対に倒します。いいですか。テンションかけて倒す。はい、その時手袋が汚れてたら終わりなので、手袋はしっかり拭いといてくださいね。
で、前髪の毛先をつけないようにして、ここにこのようにつけていきます。本当の際のこういう細かいところですね、ちょっと細かいかもしれないですけど、こういうところもは最後にこういう、この壁につけていってって感じですね。このもみあげの本当一番下のところですね、これを取って、でこれもプレアイロンしとくとやっぱり綺麗に伸びるんですよね。やっぱり薬も浸透しやすくなるし、ここで何もしないで多分薬だけつけてるよりは間違いなく伸びます。でこれで終わりです。あと薬剤にモモンガを混ぜてますので、モモンガの効果をもう結構、強くするためにも使えます。特に顔周りとお客さんが一番矯正で見えるところなんで、ここをきれいにできたら、もうほぼ成功したのと一緒かなと思います。で意外と超音波アイロンだけでもう、アイロンこの後入れなくても結構まっすぐなるんですよ実は。超音波アイロンね、結構ウェットが高い、ウェットにしてる状態の方がいいですね。クリーム結構ついてる状態とかって反応がちょっと悪いので、かなりこう水でしっかりなじました後に使った方が結構いいです。検証の結果からすると作ったんで。これ匂いどう？いい匂いです。よいしょ。今シャンプー流したんですけど、ここからね、中間処理のモモンガ水入ります。ちょっと頭皮から離してつけます、このような感じで。それから頭皮攻めていくと、そんな冷たくないと思います。直接つけちゃうとちょっと寒いんで、この時期は寒いんですけど、こっち側から攻めていく分に関しては大丈夫だと思います。そうですね。でこれ顔周りしっかりやることによって、顔周りの毛が産毛とかがすごい立ってくれるんで、すごい綺麗に仕上がります。ですね、手にこう取ったらムササビクリアジェルを手に取ります。伸ばす。で、顔周りから、顔周りの毛傷みやすいですからね、こういうところからつけて全体になじましていきます。そしたら一回コーミングをしてもらって、アイロン入れるとこですね、アイロンの熱から守ってくれるのとツヤ出す効果がありますから、でこうやると白いのがこうね出てくると思うんですけど、これがね黒いクロスでやると結構ね、黒いクロスのとこについちゃったりするんで、ここでたくさんつけてこうやってなじましてあげた方が、咳だと垂れちゃうんでね、床に、この方がいいです。今ね乳液をつけております。エタノール水をつけて浸透率を上げております。はい、乳液をこうつけながらシャンプーしていくような感じですね。メント、まあ、リンスみたいなものですね、これをつける。そうするとツルッとなります。はい、これで乾かしていきたいと思います。こんな感じです。前髪の方も綺麗に伸びてます。はい、では乾かしていきましょう。いや結構多いっすね、これは。これでもまだもうめちゃめちゃ頭軽くなりましたね。いやでもまだ全然厚みあるけど、空いてないから、ね、まあ厚みがあった方が、うん、あれかな、癖が出にくいですか。そう、出づらい。厚みがあった方が癖出づらいんで、あとね、長さがこのぐらい、長さがこのぐらい、重さがあった方がいいんで、まあ、すかない方がいいです、はい。まあただくびれ欲しいとか、くびれ欲しいとかだったらすいた方がいいけど、まあでもこのぐらいいいんじゃないですかね。自然になったかなと思いますね。はい。